ります。で、パラオのね、マル局というところにいるんですけどね、マル局。で、今、レンタカーを借りてね、マル局、あの、コロール島から来たところです。で、マル局っていうのはね、まあ、2006年にね、国会議事堂ができて、占拠されたところなんですけど、で、そのマル局のビーチがあってね、ビーチ今、楽しいんですけどね。で、そのカフェがあって、オケミデリっていうカフェ。で、ここのところで、うどんってあるんですけどね、このうどんっていうのが、現地の言葉に今なってるんですね。うどん、うどんってのはもう現地の、現地語です、ね。なってるんですけど、うどん、まあこのパラモシも結構食べます。これは日本の統治時代にね、伝えられたものをうどんなんですけどね。ちょっと美味しそうです。これただ変わってるのがね、これキャベツ、あとはこの、これが入ってる。まあでも、すき身うどんってあるんでね、そう考えたら別に不思議じゃないけど、目玉焼きなんですよね。ちょっと食べてみよう。これ鶏肉ね。今遅いですね。結構美味しいですね。熱いですけど、でもいや本当に結構美味しいです。意外にもっとね、本当美味しくないと思ったけど、全然普通にいける味ですね。うん、だから結構うどんとかもいいかもしれないです。